ジョージ・フレデリック・シェリルは、アメリカ合衆国テネシー州メンフィス出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。1999年、独立リーグのフロンティアリーグ、エヴァンズビル・オッターズでプロ生活をスタート。その後、2003年7月2日にシアトル・マリナーズと契約するまで独立リーグでプレー。2004年7月16日にメジャーデビュー。2007年に、 チーム最多の73試合に登板し、防御率2.36を記録。他球団からの評価が上がり、ニューヨークヤンキースなど数球団からトレードを打診されたが、マリナーズはそれに応じずにいた。しかし、2008年2月8日にエリック・ベダードとのトレードで、アダム・ジョーンズ、クリス・ティルマン、トニー・バトラー、キャム・ミコライオラと共にボルチモア・オリオールズへ移籍。 クローザーのクリスレイの故障に伴い、2008年のクローザーにシェリルが指名された。オールスターに初選出を果たし、ランディ・マイヤーズのシーズンセーブ球団記録を更新するペースでセーブを記録していたが、左肩ーで8月16日から故障者リスト入り、故障から復帰後、9月14日から閉幕にかけて4試合に登板。 シーズン最後のセーブは8月5日で、シーズン31セーブはリーグの位だった。2009年7月31日、マイナー選手2名との交換トレードでロサンゼルスドジャースへ移籍。2010年オフ、FA でアトランタブレーブスへ移籍した。2011年12月にフルスのマリナーズに復帰。2012年12月11日に、 カンザス式ロイヤルズとマイナー契約を結んだ。2013年6月24日に FA となった。ありがとうございます。